南波神社は、大阪市中央区幕浪町にある神社。旧社各は、府社。摂津国僧者として、南波大宮、または、平野神社。他にも上、南波神徳天皇宮、上南波神社、南波上宮とも言う。江戸時代には、幕浪稲荷神社があるために、稲荷社と呼ばれていた。あやめ類に、縁のある神社で、6月には、あやめ祭で花あやめを奉納する神事が、 取り行われている。境内で育った花あやめをご神前にお供えする神事。祭典中、勝負を借り取る所作のある、神楽勝負狩りが二人の巫女によって回れます。神門は、勝負門の一種、伊き勝負。創建は、藩税天皇の時代と伝えられ、当初は、現在の大阪府松原市に鎮座していたという、天行六年に、元、 天皇区上本町に先座する。慶長2年に豊臣秀吉の命令で立ちの起量に宣告をもらって現在地に先座。しかし、慶長20年の大阪夏の神後には江戸幕府によって境大地の9割を没収される。明治時代になると府舎に列せられている。1945年3月13日14日の第1回大阪大空襲で消失するが、 1974年7月に再建される。ありがとうございます。